皆さんこんにちは。全身チャンネルキャスターの原口智子です。私原口智子は皆さんと一緒に実現します。女性は声を上げて行動しよう、民営化反対、非正規職をなくそう、命より金の社会を変えよう、改憲と戦争に絶対反対を貫きます。20代から30代の私と同世代の女性の約4割が非正規職、年収200万円未満のワーキングプアと言われています。私はこの現実を変えるために戦います。医療や保育、介護現場などで進む非正規職化、命を預かる労働者が低賃金で使い捨てにされる社会は絶対に間違っています。社会保障費は1300億円も削って、戦闘機購入には1兆円、来年度の軍事費は過去最大、増え続ける軍事費を教育福祉に、そして安倍政権が狙う憲法9条の改悪を止めましょう。原口智子は東京オリンピック返上、消費税は全廃、そして原発再稼働絶対反対を訴えています。 1% の富裕層のためではなく、 99% の労働者民衆のための社会を作りましょう。命より金の社会を絶対に変えましょう。